番よ。それで CEO アイア、元 CEO アマテラスさん、どうするんですか？私は効率と利潤を追求することが社会貢献だと思っていました。厳しく作業員を監視するためのシステムを開発し、倉庫ではある一定以上のスピードで作業していない作業員を GPS 管理で見つけては解雇、やがて作業員をより効率よく働くロボットに置き換え、人は容赦なく切り捨てました。そこに罪悪感はなく、不便なもの、不必要なものを切り捨て、より便利にすることが総体としての社会貢献だと信じていたのです。はあ。昔はエミと小さな雑貨屋から始めた当初はそれが嬉しくて頑張っていたのに、いつから忘れてしまったのでしょう。この会社が羨ましいです。アマテラスさん、だってこんなにボロい社屋で効率も悪いし儲けも少ないのに、働いている皆がすごく幸せそうに見えるんです。あ褒められたの？多分。さて、私も一からやり直します。おや、誰かと思ったら、へー、キャピタル運送に就職したんですか。こちらは新しいシステム導入でいろいろ大変じゃっき。そうですか。でもきっとあなたなら大丈夫、うまく経営できますよ。なんじゃい、負け惜しみか。どうせ恨んでるんじゃろ。恨んでません。これからは道は違うけど、お互い頑張りましょう。CEO でなくなったアマテラスは、当初思っていた方向とは別に心の平安を得た。頑張れ労働者、頑張れ明日を夢見る者たち。そして出番が完全になくなった AL4 エクスプレスから一言。ねえねえあーちゃん、見て UFO。 わー、かわいいです。レンドパン箱インナー焼けましたよ。ショップに行こう。グレード3にライドフォース2を獲得。新しいギフトだね。今までのユニットも強くなるんだよ。今なら500円スタートデッキで始められるよ。君もヴァンガードファイトしようぜ。